はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。なんやかんや言って、5時ですね。この日はなんと32度ですよ。大丈夫ね、冷房入れんでも耐えられてってんねん。体が慣れてきたんでしょうかね、これね。ちょっと前なら32度あかん冷房やってなったんですけど、冷房入れるとね、寒くなるんでね。なんで冷房入れたくない、基本入れたくない。さて、行きましょうか。日刊現代ですね。有刊誌から出たメディアですけども、今紙なんかほとんどないんちゃいますか。数万部も発行していないんちゃうかなと思いますけど。さて、ですね、パリの大気汚染は基準値の4倍、アスリート悲鳴、喘息の発作が出そうにと。これは27日おとといに出た記事ですね。そんな大気汚染ひどいんですか、パリは。ボンジーやボンジュー、いよいよパリ五輪が始まった。セーヌ川を使った開会式、皆さんご覧になったのかなと。見てません。書いてはるのはね、リカルド・セティオンさんというですね、サンパウロ出身ブラジル人ですかね。フランス行ってはるんでしょうね。でもこの開会式、実は最後の最後まで本当に実現するかわからなかったんだ。2つの戦争の狭間で行われる今回の五輪、何それ、どういうこと。よくわからんけど、テロの脅威はいつになく高い。フランスは何年も前からフランス軍と警察、35カ国近くの軍やシークレットサービスと協力してオリンピック特別安全部隊を作って対応に当たってきた。彼らが決めたプロトコルによると、テロ警戒のアラートはオレンジより高くなった場合、たとえ数時間前でも開会式はより安全性の高いプラン B や C に変更されることになっていた。そうなん、まあですね、こんな書き出しなんですけどもですね、次のページ行きましょうか。セーヌ川ですね、は汚いという話になってました。まあ、めんどくさい、変な広告です、すいません。4秒後とかで書いてます。はい、さよなら。でですね、非常にこのですね、やばいよと。で、大気汚染もすごいんだと。 MGO 団体レスピレによると、オリンピック会場の 95% から WHO の定める基準値の3倍から4倍の CO2 やその他の汚染物質が検出されたというんだと。 CO2 別にいいやん、二酸化炭素でしょ。中でもポルト・ダ・スニエールにある競技場はパリの幹線上から10メートルもう離れていなくて、汚染のスポット、ホットスポットなんて言われている。ここにトレーニングに来たベルギーの柔道選手、アデル・フェルミニャンは、ずっと塵みたいなものが舞っていて、喉は痛くなるし、喘息の発作が出そうになったと嘆いていると。ちなみに大気汚染はフランスにおける死因の第3位って話だ。汚染度が高かった場所がもう一つ、うにゃうにゃと以下続くんですけどね。これ読んでて思ったのはね、フランスはね、自由主義国なんでですね、こう、あかんわ、冷房入れよう。なんでですね、汚染度の、じゃあ死因の3位が大気汚染とかっていうデータが出てくるけど、中国はどうなんっていう、前が見えへんぐらいにですね、こう大気汚染があるでしょう。あの人たちの死因の何位がその大気汚染による肺がんとか肺炎、ちょっとちゃうかな、肺がんは多分そうでしょうね。でから結核とかですね、喘息とかっていうのは大気汚染から来るんちゃうんでしょうかね。相当高いと思いますよ、中国の都市部における大気汚染による死亡率というのはですね。よくあんなところで暮らせるだと思う、見てると。最近あんまり言わなくなりましたけど、でも基準値より相当高いでしょう。
今でもですね、北京のアメリカ大使館のですね基準値は出てますよね。で、あんなですねオリンピックとかやるときだけやん、なんか綺麗にピエンとなるのは、ね、特にこの夏場はひどいんちゃうんですかね。なんでですね、まあフランス、たまさかパリはひどいと言いますけどもですね、何が原因かよくわかりませんけどね、なんででしょうね、自動車多いんですかね。中国の場合はまずあれでしょ、排気ガスでしょ、排気ガス一つと、もう一つは石炭火力発電、うん、ですね、とあとはですね工場の排気ですね。工場の排気については日本は1970年代にガンガン公害問題が出ましてですね、でそれでかなり厳しい基準を設けたんですね。だからもう80年代のですね、もう半ば以降はですね、そういうことを大気汚染なんて言われなくなりました。でですね、日本という国はルールを守る国ですね、基本的に。中国という国はルールはあっても守らない国なんですね。それは対外的なルールもそうですし、まあ、国際法ですね、もうそうだしですね、国内のルールだってですね、守らない、守るのが変という、そういう人が多いんですね。だからですね、工場の排、排気物、燃やした後の空気とかですね、の基準があっても多分守っていないんですね。それ守ろうと思ったらお金かかるはずなんですね。なんで、多分いつまで経っても治らないんちゃうかなという気がします。まあ、ただ車の排気ガスに関してはね、今中国は急速に EV 化が進んでるでしょう。だからですね、それで少しはマシになるのかもしれないけれど、その電気どうやって作るのって話ですね、簡単にはね。その電気をですね、石炭火力で作っていたらですね、結局同じちゃうのと、むしろ悪いんちゃうのという気がしますけどね。中国って原発はそんなに多くないんですよね。なんでですね、あんなに多くないからですね、どうすんのという感じですね。太陽光だってそんなにね、あんなもんできるもんでもないし、なんでやっぱり火力でその電気を作るんであればですね、多分そんなに大気汚染は良くならないと思う。で結局ね、今後の大きな問題になると思いますよ。今はね誰も言わないし、中国人もあんまり気にしていないんですけども、もうそろそろですね、死因のトップランキングに以下は上がってきてもええんちゃうかなという気がします。まあ別に私が心配することちゃいますけどね、なんとか2とかって言ってますもんね、中国の。はい、ということで一応ね、これ関係ないような記事ですけどもですね、フランスのですね、日刊現代で今読みかけましたパリの大気汚染ひどいよという記事のページを一応貼っておきます。はい、皆さんどうも、ありがとうございました。